どうもみんなのアイドル、サンドです。そして、プッチミナシュンです。ということで、今回はですね、こちら、クリエイティブサーバーに来てるんですけど、今回は、シュンさんの企画なんですけど、建築しりとりというものをやっていきたいと思います。イェイ!マジか。俺別なことやるかと思ってた。いや、おめえさっき言ってただろ。ということで、今回建築しりとりやっていくわけなんですけども、ちょっとね、いつもやってるルールとは違うルールをやるらしいので、シュンさんちょっと説明の方よろしくお願いします。じゃあまずこちら来てください。はい。乗っていいよ、サンド。あ、いいね。じゃあ違う企画が始まってるから何これ。お前邪魔だこれ。前回の、その、建築しりとりのやつは、プチプチチャンネルとね、シュンシュンチャンネルの方でやっておりますので、皆さんそちらの方もよろしくお願いします。しっかりね、告知していくよ、みんな、ほら。下向くなお前ら。おおおい、飯食いながらお前何実況撮ってんだよ。ちょっとサンドさんさ、ちょっと俺粉薬飲んでいい？なんでさ、ちょっと待って。お前らさ、準備が悪いわ。準備が分かんねえんだよお前に関しては。私今ネイルやってる。舐めてんのお前ら。プロ意識、プロ意識がない。はい、飲んできました。違う。一人マジで水飲みに行ったやついるから。あ、説明先してて。説明説明すると、この中に1から8までの数字が書かれている紙が、まあ、あるんですけど、これを1枚ずつ引いていくんですよね。はい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 。で、例えば、まあ、1と3が出た場合、この場合は1番目と3番目を担当するっていう意味ですね。順番決めガチャってことね。で、もし、まあ、3、4とか、まあ、7、8とかで両サイドが自分のターンじゃないように、まあ、調節するっていう感じです。ってことで、じゃあ早速ガチャの方ね、やっていきます。行きましょう。はい、じゃあまず俺から引きますね。次プチプチいけ。お、出てきた。じゃあ次俺行くね。おい、雨降ってきた。今から晴れるよ。それ毎回やんの？さあボタン押せ。おいおーお前舐めてんのか。本当にごめんなさい。ねえお前ふざけてんの。こっちこっちだった。オッケーオッケーオッケー。ドライブスルーかお前。じゃあ順番言ってこう。1番の人。はい。はい、じゃあ1番プチプチ。2番は？はい。3番。はい。で、4と5で俺なんだよね。待って、俺7、8で。あ、じゃあ、シュンさん、じゃあこれ変えて。じゃあ8、はい、あげる。え、じゃあ4、3度で、5が？俺。シュンさん。で、6が？はい。ひなこ、7が？俺。で、8が俺で、最後プッチってことで。あ、最後俺なの？え、最後じゃない。8が3度で終わりじゃない。あ、俺が終わりだ。俺が終わりだ。俺が終わり。俺が終わりってなんだ？お前は終わりだ。それ意味違ってくるぞお前。この氷ブロックでできてるのがプッチーの枠で、この青色のやつがシュンさんで、このピンクのやつがひなこちゃんで、で緑のやつが俺ということで。そうだね、ちゃんと建築して分かるようにね、建築していくって感じですね。意思疎通しないといけないから。得意だからそういうの。下向きながら言うな。今ネイルやってるんだもんね。マジでやってるんだお前。早く終われよお前。仲間がたくさんいる。もうみんなおいで、ひなこのとこに行くよ。いや、来んなよ。それさ、飛んだらどうなんのプッチーが。逆なんだよな。逆なんだよ。風船おだいぶグロいけどそれやってること。今から晴れるよ。お前か今度は。最初プッチーからよろしく。よし、じゃあもう作っていいっすか。いいよ、下ネタでも何でも OK。 あ、やっぱ一番最初。お題は、お題は。あ、そうです、最初どうしよう。じゃあプチヒナシュンさんの、あ、んで終わっちゃったわ。何にしようかなお題。じゃあ天気の子の子から、子から始まるもので。 OKOKOK。 コーン。いや、どうしてもやめさせたいんだそれ。じゃあお願いします。どうせコアラでしょ。これコアラに見える。終わり？終わり。え？はぁ？嘘でしょ。あ、じゃあもう一回作り直そうかな。できればそうしてほしい。わかんねえもんこれ。やっぱコアラかな。こっからコアラってどうなんだよ。もう終わるよ。あ、もう終わる？それで終わられても困るんだけど。はい。何それ、コアじゃんだって。あ、あー、えー、えー、
あ、じゃもうちょっと、もうちょっとつけてさ。お前、時間かかりすぎなんだよ。はい。週3っぽく作るわ。いや、お前、なんか、卑猥なものに見えてくるからやめろ。やめろ、お前、それ以上作んな。では次、ひなこさんターン。え？待って、俺プッチーのがさ、いまいちよく分かってないかも。え？プチペさんのターンだ。オッケー。何作ろっかな。今のところお前らだけで楽しんでるからね。本当だよ。参加してないんだよ俺ら二人。いや、プッチーに期待をかけるのは間違ってるよ。だって初っ端からよう分からんの作り始めたからね。はい。ああ、はい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 。そういうことね。いや、それっぽくね。はい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 。じゃあ次俺か。やべえ。わかるかな。何を作るのでしょうか、サンドさん。いや、合ってると思うけどな、多分。え、サンド一旦これ見な。一旦。何？一旦。お前モロじゃねえか、やめろ。あったかくて美味しいね。他で。分かった。なんかあれが違うわ。もう分かったんだけど。さすがシンボルや。もうシンボルつけたらもう完璧よ。何、男のシンボル？何の話？やめろよ。すぐそういうさ。いや、何とも言ってないじゃん。男のシンボルってじゃない。チンチン。え、分かんない。分かんないけど、まあ俺別にやんないから大丈夫か。え、でもね、多分分かるようになるよ。白に白を使う。センスのなさって言われてるよ、そんな。うざ、殺す。ね、うざいから殺すって思考やばいよ、お前。ほら、もうこれ大丈夫っしょ。わかんないこれ。多分これだと思うってさ。じゃあお願いします、しゅんさん。何してんのあいつ。しゅんさんおかしくなっちゃった。おかしくなってないよ。ガチャ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 。超激しいなあれ。ちょっと手前のやつうるさいです。手前のやつの主張がうるさいです。おい、シュン、何お前タイアップか。お前がさせたんだろ。いや、この S と M は全く関係ないよね。 SM ってこと。あ、そういうこと。どっちもいけますよみたいな。おお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 おってことで、じゃあこれですね、しゅんさんのやつは。まあこれは比較的わかりやすいかな。じゃあ次、ひなこさんお願いします。ちょっと待って、言葉がむずい。確かに。牛。え？お前何やってんのお前。サイコパスだった、やっぱり。あ、待って、わかった。わかった、オッケーオッケー。や、なんやっときた、やっと。じゃあ次、しゅんさんターン。作んのに30分ぐらい欲しいかもしれない。バカかお前。これでどう。おー、でも俺の中で繋がってないんだよね。嘘。やっぱり。いや、じゃあ次俺。お前何家作ってんだよ。おい、いや、言えないとほら寝れないかなと思って。寝れるわ、そこら辺にベッド置けば。で、じゃあ最後俺作るか。よし、今頑張って家取り壊ししてるからちょっと待ってね。最初から作んなよ。よし、完成。僕のはこれで完成でございますですって。はい、じゃあ最初から見てこう。ということで答え合わせコーナー。じゃあ、はい、最初これ何だったんですか。これはこちらですね、米粒でございます。米粒だったのこれ。赤いのがお椀 でこれが箸、あの乳首みたいなやつが手。そして中にあるのがこのね、たった一つの米粒でございます。わかんねえよ。あの一番最初になんか白いなんか山みたいな。じゃああれ、あれ米粒だったら、だからわかるわけねえだろ。米粒なわけねえだろ。はい、じゃあ続いてこれはブーツです。あ、ブーツか。
ブーツね。え、これ分かんなかったのこれ。ちょ、プッチーのが分かんなかったから、これが何か全く紐付けられなかった。続きまして。もう言わなくても分かるよ。ですね、こちら、皆さんがよくね、行くと思います、ロゴでございます。どことは言わないんでね。はい、これ、下から、バンズ、この2段目、バーガー、あ、ちょっと間違えた、バーガーは全部これ言う。これを全部でバーガーって言うんだよ。はい、これね、卵。これいいね、この卵の再現の仕事。これ好き。で、そしてこれね、ちょっとはみ出るケチャップ。名前は？はこれ全部低い目でね。月見バーガーということで。はいはい。月見バーガーね。で続きましてこれ月私が作りましたこれ。なんだと思った？あだと思ってた。えあだと思ってた。えバーガーあなのあれって。えなんか伸ばし棒の時ってその語尾の文字取るみたいなルールだよね。うん普通そうだよねやっぱりそうだよね。でサンドは多分それ読み間違えたってことにしようじゃん。いや分かんないよ住んでる地域の問題かもよだそれは分かんねえ。えでも俺だって伸ばし棒の時はあーのあーだってやしりとりまあまあいいやはい分かりゃいいんだよでこれ学校ですね私が作ったのは分かりづらお前はい続きましてこれしゅんさんが作りましたこちらはこれ分かんねえなんだっけお前が作ったんだろあ蝶々そうじゃあ蝶々ガかな確かに見えなくもないで、これはえ、俺義足だと思った。それさ、俺も思ったんだけど、よくよく考えてみたら、義足って足1個付け足すやつじゃん。これギプス。ギプスなのあれ。ギプスでーす。で、こちらは追加ですね。で、じゃあ、最後の私のこれ、何だと思いますかこれ。カブトムシ。お前、当てに来てねえだろ。カンガルー。ねえ、舐めてんの？この、じゃあ赤いの分かる？この赤いの、赤いの。消防車。え、これマジ分かんない。え、じゃ車だよ、これ、車。いや、ね、え、でも、しゅんさん分かるよね、これ、車って。いや、なんか、これ、コアラかなって思って。いや、お前も論外だわ。で、二人いて、まあ、後ろにエッチって書いてということで、ご視聴いただき、ありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録、高評価、よろしく。前見えないから。おー、瞬間移動。おー、ぬ。